しいです。こんにちは、楽舞台ご飯チャンネルのゆかいです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという人のための楽舞レシピをご紹介しています。今回は炊飯器でほっくり甘いじゃがバターを作りたいと思います。蒸し器不要で、この炊飯器だけでとっても簡単に作れます。材料はこちらです。はい、では作っていきます。もうこれほんと簡単なんですけど、まず洗ったじゃがいもを用意します。じゃがいも洗ったら、芽があったら取ってください。洗ったじゃがいもを炊飯器に入れていきます。中ぐらいから大きめのやつ使うと、もうほっくり甘くて美味しいです。入れたらここに水を注ぎます。もうあとは蓋をして、炊飯器のコンセントをして炊きます。普通モードで炊いて炊き上がりを待ちます。もう蒸し器使わなくても、こうやって炊飯器がじっくり火を通してくれるので、ほっくり甘く仕上がるんです。蒸し上がりました。はい、はい、火取ってます。器に盛ったら包丁で切り込みを入れます。切り込み入れたら、ちょっと包丁の角度を変えてあげると口が開いてバターを入れやすいです。で、これ塩振ると振らないとでは仕上がりが違います。振った方がじゃがいもの美味しさを引き立ててくれます。手を振ったら、ここにバター、バターの量はお好みでお願いします。はい、これで完成です。いただきます。かぶってる。おいしいです。よし、プロ率 100% で、すごい、双子のようだ。ふっくりとした甘さ出てますかね。うん、ほっくりしてます。すごい、久しぶりにまともなコメントをいただけたと思って。久しぶりにまともなコメントしたと思います。いかがなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。